どうも、ピオキングです。今日はこのコースやっていきます。アンフォローザコインス、カッコトロール。この場合はコインが出ていくっていうことですかね。でさ、僕初めて見るかもしんないんだけど、サムネにドアから誰か出てきてんじゃん。俺、痩せたタヌキマリオとカエルマリオっぽいんだよね。まあ、あんなのいるんだったらさ、アップデートでキャラクターの追加をしてくれよっていう感じだよな。ニンテンドーさん、僕は待ってますよ。僕は、いつでも待ってますよ。まあうるさいやつはほっといて、さすが初めていきましょう。クリア率は 1% でね、みんなに1個だけ言いたいことがあるんですよ。動画の途中で舌打ちが聞こえるっていうコメントをもらったんですけど、チッチッみたいな、あれ僕の舌打ちじゃないんですよ。どうしても入ってしまう機械のノイズ音みたいな。まあ僕もね、編集で全部確認はしてるつもりなんだけど、その後に出てくんのよ。もうタッチ悪いでしょ。それはどうしても見逃してしまって、いや本当に申し訳ないと思ってます。左上の何コインかわからないけど取れるのかい、隠しブロックがあったね。じゃあ取ってみようか。開幕石親ちゃん、すいません、話がしょっぱなから長くなりすぎましたね。ここ隠しブロックあるんだろう。ないね。ここはあるところだろ、制作者。じゃあこういうの取りに行っていいのかい。このドアに入れませんよっと。左足目がある、左下に行けっちゅうことか。いや、これはドッスにやられると見せかけてやられないんじゃない。このブロック壊してくれて下に行けるよな。もうドッスツンデレなんだから、さっきは僕はやってくれたけど、さあこっちのブロック開けてくれ早く。それ1万リアクション取りづらいんだけど。今日はそういう風な戦いを求めてるんだね、制作者さんよ。あっち行ったらダメ、こっち行ったらダメみたいな、そういう戦い僕は嫌いじゃないさ。ここは上にジャンプしても東京に何もならない。この上のオープンも届きそうにないことから、これをキャベってこのハテナブロックを叩けばいいと思ったら僕は閉じ込められちゃった。誰が来るんだろう。いつも思うんですけど、そういうキモい喋り方の言葉やめてもらっていいですか。この動画を見てるみんなはね、ただ純粋にゲームをしたい、ゲームを見たい、そういう方もたくさんいるんだ。何か落ちてくるんじゃないのか、ここ。何も落ちてくれ、避けられるんだよ、そんくらいよって。俺だ、負けだ。でもね、普通にしてったらしてたね、みんななんか違うなみたいな、もうみんなおかしいんじゃね。みんな絶対おかしいと思うよ。あ、なんかくれたね。うわ、右下行く。いや、行ったら行ったでね、またわざと引っかかってるんだろ、ピオキングって言われちゃうから、このまま先に進もう。右下のコインがすごく怪しかったんですけど、後で行ってみたいと思いませんよ。いや、どうにか。パパパパピピピピパピプペポ、アイコのステージになると僕はいつもコメントで批判されるんだ。それでも歌い続けるよ、僕ら最初から映すことなんてなかったけど。邪魔するな邪魔するな、このボスの音楽。せっかく人が気持ちよく歌ってる時にさ。じゃあここは右ダッシュで行けばいいっていうことでしたね。じゃあ右ダッシュして、このバックはどうやって倒す。バスだ。こんなことばっか言うから嫌われちゃう。いや違うんだって、僕はただ自分のやりたいようにやってるだけなんだ。やった、中間スノーに取らせてくれたっていうか、めちゃめちゃ早いな。なんだ、何を見ているんだ、クッパクラウンよ。乗せてくれるのかい。乗せてくれたけど、なんでか知んないけど上に行けない。え、なんで。これマジで上に入力してるんだけど全然上に行けないんだよな。え、どうしよう。え、どうやってやられればいいの。あ、上の端の方に頑張っていけっちゅうことか。いや、これむずくない。いや、これ無理だ。最初からやり直せっていうパターンだ。グバクラー。この針の上、床があると僕は見た。あの左のコイン通ったら罠だと思いますよ。コース名がコインは逃げるみたいなこと書いてたから絶対違うと思うんだよな。まあ、いや、一旦と、これはどういう障害があるんだろうな。まあ、特に意味はなさ。壊すなって、あ、なるほど、そのために叩いておいてよかったみたいな、そんな感じかな。俺がお前にやられると思ってんのか、テルさん。メット。じゃあここはメットをかぶって叩いて左に逃げます。で、この無敵時間を利用して飛べりに入ると。いや、ここなかなか凝ってんな。上に行けばいいっていうことかい。放題かなんか来る。ちょっと待って待って、お前何なんだその格好よ。しかも貫通すんのか。あいつ変な体勢でおなら出しまくってる体勢でこっちに来るもんだからさ、ビビって逃げちゃったよ。しかもクッパジュニアやられた。誰が来んの。ニヤニヤしてんじゃろ。俺誰かにやられたはずなんだね。
かわいそうに君だジュリエ、最後は下に行けばいいと思うんだけどな、ここなんか落ちてくるんじゃないの。いやそういうわけじゃなさそう。ピースイッチを持って、僕は持っちゃったけどこれでいいのかい、上の方に行かなくていいのかい、下に落ちるだけだけど。いや下が正解だと信用しよう。さっきからチョコバカチョコバカとバカにしたような罠を作りやがって。持った瞬間左に逃げるんであってんじゃないのか、右を心配してみるか。うわあ、ブラパンのところに一回チャンプしてみた。いやこんな、いい加減にして、この場所だけで4回ですよ、4回。普通の人だったらこの場所だけでもう喉カラッカラだよ絶対に。これで進めるのかい。やったやった、進めたぜ。ってことリートは何、特に何もならない。で見えてるさ、見えてるさ、ビーの裏に伝があるっていうのかな。さあ先進もうか。でこのサンボは何をしてくるんだろうな、あの四角の枠を叩いて避けろっていうことだと思うんだけど。さあ何をしてくんだよ、いかがよし。さあこの土管でよかったのかな、下に行くことが正解っぽい。なんか嫌な音楽流れてますけど、なんか死に耐久っぽい見た目だな。どういう身体級だい、うーん、なんかしびれてますけどこれ動ける。あ、わかったわかった、このクッパのこのしびれ攻撃を避けながら右下に行けっていうことだね。そしてあの右下でやられれるっていう感じなんじゃないかな。いや、ちょっと待ってね、これ全然進んでねえよ。ちょっとしびれ攻撃やめろって、真ん中進んでねえって、一マスも進んでないんじゃない。これめちゃめちゃ長くなるって、ちょっと飛ばしていいかな。でもさ、あの右下行くじゃん、絶対にやられないような気がする。あそこに行ってバネが中でもう一回上に戻されるさ、あの雲もすげえ怪しいんだよな。やっとここまで来たね、もう一マスもマジで進んでないんだよな。4回で一マス分ぐらいだから、1回のしびれで 0.25 ぐらいしか進んでないんだけど、こっからやられることができるのかい。頼む殺した、やられないんだけど、ここいる。もうそんなことやらって、あのサンボ次やらせてくれんとか、僕ら右行ったらさ、またサンボいられて下にしようとか言ったりしないよな。お願いします神様、このサンボに当ててください。僕は今日晩御飯抜きでいいから当ててください。よっしゃー、もう二度と作んなこんな知り合いよ。いかんいかん、心の声が漏れたみたいですね。二度と作んなこんな知り体験とか、せっかく作ってくれたのに申し訳ない。じゃあかくは右行った瞬間左だ、絶対にあの土管に入れないようにしよう。これいける？何もしないでみようか。そうしたら完成でいけます。さあオンオフをして、このパワーブロックを持ったら何かいるんじゃないの。やっぱり分かってる分かってる、お前なんかに引っかかるかよって。お前ちょっと投げすぎた。超スパだ。じゃあまだパワーは持たないでおこうか。先にボム兵を出して、ブロックが壊れた瞬間にパワーを持っていけば間に合うんじゃない。多分これでいけると思うんだよな。いやちょっと待って待って、いや全然大丈夫だね。よかった、上が定休ね。さあそろそろ中間ポイント欲しいよ。中間が見えた。下が見えねえな、これ上から行けばいいんじゃない。いや絶対そうだよな、だから上に行く。何がおもろい、こんな見えないところで授業を隠すなんてわからんて。で今乗ってんのか、乗ってんもんな。じゃこれ降りて、こっから上に行けば大丈夫なんじゃない。よし。さあこのまま降りてみよう、あのパックンの方が正解だと思いますよ。なんで降りないの。これはまあ一体やられようか。まあいいよいいよ、中間取ってるもんね。でこれね、中間位置の仕組みから多分中間戻しはないと思うんだよな。あ、やっぱこれ下落ちるで合ってる。でこのピンコイン分かってるぞ、取ったらいけないんだろ。こっちへ行けば何が来る。クイックルワイパー。じゃあここは何もしないで土管に入ります。でこのコースはね、最速も短かったからそんなに長くないようなコースだと思うんだけど、この50コインはなんだ。お前ちょっと上に行けねえな。じゃあこっちはなんで中間ポイント戻しはさすがにない。いや、もしかしてここはさっきと違うであってくれ。たぶんもう一回これやりたくないんだって、このケツマジンが。何回もケツマジンゾーンはマジできついって、あそこ相当時間がかかるからね。でこれ左行っていいな、ギリギリまで行っちゃってみようけ。特に何もならない。これは何、アイテム。いや、これかぶここでさ、酔っちゃえばいいんじゃない。
バカ。ならばここの行き方僕には分かりませんよ。ここでハテナブロックを叩いたところでこのメントは取れない。というぐらいここ左に行けるわけないよ。ハテナブロック叩くでしょ。でこっちも叩いたら、下に行けなくなっちゃうんだよな。あ、上から行ける。みんなごめん、難しく考えすぎてた。だからテンポ悪いって言われるんだろうね。ゴールが見えたさ。あのゴール普通にさせてくれるか。お前なんでそんなところに出てくるんだよ今で。いや絶対こっち戻るパターンだよ。いやそれが罠かもしれない。一旦右行ってみようか。これゴールさせてくれると思う？絶対ダメだと思う。ほらね、やっぱりどうなるんだい。こっから左下に行けっていうヒントが出るのは分かってる。あそこにバレーが出てきた時点で僕は察したよ。いやこれ干して、やっぱり左下に行けっちゅうのか。えっ、やめてくれよ。ここで何も来ないとかそんなことはやめてくれよ。なんちゅうことすんだ。ならこの土管に入ります。そして戻ってもう一回入ればゴールできるんかな。いやそんな簡単にゴールさせてくれるとは思えねえけどな。さあこっからどうなる。素直にゴールさせてくれ。鉄球が出てきて、あー、いやいいのかいいのか。そしてこっからゴールなんじゃない。やったビビらせやがって。また最初からやり直した思ったじゃんか。いやこのトロールコースはね短かったんだけど耐久がめちゃめちゃ長くていつもと変わらないぐらいの時間がかかってしまいましたね。いやそれでもね罠の引っ掛け方っていうのかな、それがすごい面白くて楽しめました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ゴールは目の前78、トゲベッドオン砲台。サムネを見る感じ青ベッドの上に砲台を順々に重ねてるっていうコースなんですよ。これはどういうコースなんだろうな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.93%。まあ見る感じ砲台を乗っていけっていう感じだと思うんだけど、ゴール条件があるの。一回地面から離れたら着地しないでゴール。またよくわかんねえコース来たな。一回地面から離れたら着地しないでゴールっていうことはこの球を乗りついてゴールしろってことか。いやこれむずくない？まあ最初ちょっと見てていいかな。どの球に乗るか、多分この球なんじゃない。あ、そして今なんか乗れそうな球あったね。あっち行ってみようか。もうクリアできるんでねえの。この球に乗ります。でどんどん上に行っちゃった。ありがとうね。上に行きすぎてもダメなのか。じゃあこの球乗るんで右の球乗って、でこっから、いやこれ乗れそうだね。でそっから右からシュッとゴールすればいいんでねえの。攻略を見つけたぞ。こっから乗る。大チャンス。ただタイミングよくあの球が出てきてくれるかなんだけど、乗る乗る。でここで球出てこい。よしよしよし。でこっからゆっくりゴールする。いけるよ。お前邪魔すんだって梅干しや。たまってさ、いらない時に来て欲しい時に来ないもんな。じゃあこれでもういけるんじゃない。もう少しタイミング遅くしよう。こんくらいのタイミングでどうですかね。これは踏んだんじゃないの。そしてこの右下からゴールすれば、やったこれ決まったらすげえ気持ちいい。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。一マススピードラン、スピードランハード。説明文にも一マスしかないスピードラン。どうするこれ、上下左右に一マスしかない。いやそんなわけないよな。でもやるまでわかんないよね、マリメって何が起きるかわかんないからさ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.27%。 まあ僕の希望としてはバグか何かしらの要素で右に一マスしかなくなったスピードを期待してるんですけどね。さあ始まった。あーなるほど、通れる道が一マスしかないっちゅうことか。いやてっきりさ、一マスしかないスピードランって書いてたから右に一マス進めばゴールっていう感じと思ったんですけどね。まあそれさえ分かっちまえばこっちのもんよ。こっからどうすればいい。もうゴールなんじゃないの。早い、攻略が早い。意外と僕上手くなってるのかもしんね。すいません皆さん、動画としては難しい難しいって言ってもうちょっとわちゃわちゃするのが理想だと思うんですよ。そっちの方が見てる側も面白いからね。でも僕はこのコースじゃじゃっとクリアしてみせるぞ。分かった、これ最後のところがめちゃめちゃ難しいんだよ。最後さ、しゃがくるんして結構なマスを飛び越えなきゃいけないじゃん。ここがマジでむずいの。だがしかし僕が黙ればすぐにクリア。バリプルバリピリバリプルバリピー、バン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 。ここか、くぐれよ。ちょっとマジで集中させて、最後のところだけ本当に難しい。
バカか俺は。いや最後はさ、おんぶ抜けしなきゃいけないじゃん、メットを投げて。だから早く投げなきゃ、早く投げなきゃって思った結果あるですよ。あんなミスの仕方ある普通。今度はそんなミス司令官だ。やったいや久しぶりにスピランやるとめちゃめちゃ気持ちいいね。まあ一マスしかないスピードランって言ったらすごく簡単そうに聞こえるんだけど、逆に一マスしかないからこそ難しいっていう、すごく面白い発想のスピードランでしたね。どうもご視聴ありがとうございました。